西尾優香のチャレンジ20年生イエーイ。皆さんこんばんは、西尾優香です。おゆちゃんです。あー、みんなコメントしてくれてる、ありがとうございます。あのコメントめちゃくちゃ見れてますので、いっぱいいっぱいツイートじゃない、コメントしてくれ今ツイートも嬉しいですけどね、コメントいっぱいしてくれるととってもとっても私のテンションが上がるのでお願いします。はい、ということで何はともあれ始まりました。ついに私の冠番組、西尾優香のチャレンジ20年生。わー、めちゃくちゃ嬉しい、とっても嬉しいです。そしてこの配信をね、来てくださった方もすごくたくさんありがとうございます。あ、そうなのよ、そう、まさしく私が次に言おうとしてたことをみんな突っ込んでる先にありがとうありがとうございます。そうそうそう、風船なのよ、すごくない風船、むちゃくちゃいっぱいあるよね、やばい。でもなんか100個ぐらいあるらしい、100個ぐらい、100個あるらしいですよね。えびっくり、風船、わら、風船いっぱいで可愛い風船ね、めちゃくちゃカラフルで、なんかね、しかも気づきました、これ、あ、私がいるからちょっと見えないのかな、見えます、見える、祝って書いてあります。あ、そうなのそうなの、みんな分かってくれた、嬉しいね、スタッフさんの愛ですよ、本当にありがとうございます。隣は多分なんとなくくっつけたんかな、多分ね、そうだよね、多分ね、うん、これは全割りしかない、それはさすがにしんどいそう、スタッフさん頑張って膨らませてくれたんだね、そうなんですよ、本当に本当にもう来てびっくりしましたもん、ガチャッ、わってなった。おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます。それにしても多いってね、そう、本当に風船100個に囲まれたことなんて今まで何もなかったからね、うん、はい、ということで番組ロゴだったりタイトルなど番組について語りたいことはめちゃくちゃいっぱいあるんですけども、まあ、まずはね、私西尾優香の自己紹介をしたいかなと思っております。あの、まあね、知ってるよって方もいるかもしれませんけど、まあ、番組的にね、初回だし初めて見てるよって人もいるかもしれないので、はい、じゃあ自己紹介したいと思います。はい、西尾優香、誕生日3月31日です。3月31日はね、あれなんだよね、学生の時とかだともう春休みど真ん中っていうか、なんかなんだろうね、普通に絶対にお休みの日だから結構忘れられがち忘れられがちだけど、なんか、うーん、あ、プレゼントは忘れられがちでも結構覚えてくれてる、最後っていう感じでね、はい、そんな感じです。特技、書道、バイオリン、DJ で、書道とバイオリンは10年ぐらいやってましたね、あの中学3年ぐらいまでやってました。で DJ はそう、ここ2年ぐらいかなっていう感じですね。なんかいろいろいろんな DJ イベントのゲストで呼んでいただいてピョイッと出たりとかしてました。どこ行ったっけな、あのもちろんね、東京神奈川とかもがやっぱり多かったけど、山形とかも行ったし、愛媛も行ったし、名古屋とかも行きましたね。すごい楽しかった。待って待って、みんなさ、めちゃくちゃさ突っ込んでるじゃんいや待って、じゃあ順番に行こうね、とりあえずね、とりあえず上から行きますよ、上から行きますね。好きなもの、枝豆、うなぎ、ビーフジャーキー、エトセトラ、はい、だ結構ね、おつまみ系、おつまみと呼ばれるものが好きですね。お酒は別にそんなんでもないっていうか、まあ一人じゃ飲まないんですけど、友達といたら飲むかなみたいな感じでですね。なんですけど、なんだろうね、塩っぽいもの、お手軽に食べられちゃうものが好きなのかな。うん、なんか好きだね、唐揚げとか焼き鳥とかね、よくおじさんっぽいって言われるはい、そして意味のわからないもの、マシュマロ、アボカド。いやーねー、いや意味わかんないじゃん。そう、いやね、やんわりとね、まあまあ、苦手なものっていうのでも合ってるけど、いや意味わかんないんだよね。マシュマロは何を楽しむ食べ物なの、あれは。あれはそもそも何でできてるかよく分かってないけど、砂糖をどうにかしたのかなね、なんか食感がグニグニしてて、うーんっていう感じ。でもアボカドもそうかな、
味もよくわかんないし、食感もなんか食べてる感じしないし、みたいな。そう、あ、でマシュマロアボ、あ、違う、マシュマロ甘すぎるとかアボカド苦手だなの人、あ、結構いるって。おお、アボカド共感できる。おお、あ、アボカド苦手マンいっぱいいるじゃん。やった、仲間だ。マシュマロの意味を考えたことなかった。まあ意味ね、まあそう、ちょっとよくわかんないね。アボカドひどい。アボカドがちょっと喋ってる。ちょっとね、そう、仲良くなってもいいけど、どうやったら仲良くなれるんだろうな。あ、でもなんかこの前テレビで見たら、アボカドって日本には1種類しかないけど、世界にはもう何千種類って溢れてるみたいな話聞いたっていうか、テレビで見た、番組で。だからその日本に流通してないアボカドだったら、もしかしたら好きなのあるかもしれない。結構食感とかなんか油分とかの量違うらしくて、気になるので、海外に行くタイミングがあったら食べるかな。もっと食べたいもの優先するかもしれないけど。はい、ということでそんな感じです。はい、ではでは、全アボカドを敵に回した。え、なんでよ。この際アボカドの親戚から仲良くなってみては。え、親戚って何いるの、アボカドの親戚。え、なになになに、なんだ、種類って書いてある。アボカドは肩こりにいいらしい。本当に絶対嘘じゃん。絶対嘘でしょ。はい、ね、そう、アボカドの親戚はちょっと知りたいから、もし知ってる人いたらぜひ教えてください。そしてお次は番組紹介をしたいと思います。この番組は一体何をするのかと言いますと、ゆるっと元気に好奇心旺盛な私西尾優香が多種多様どんな企画にも挑戦し、番組を通して成長していくチャレンジ番組となっております。はい、私のやりたい企画に挑戦しつつ、皆さんからいただいた企画にも挑戦していくというそんな番組になっております。はい、もう全然みんなアボカドのことしか言ってないよ。みんなアボカドしか言ってない。アボカドで肩叩けば肩こりに効く、そりゃね、そりゃそうでしょうよ。プレボにアボカド突っ込んでおきます。いらないよ、いらないし、アボカドの絵文字出るんだね、すごい。すごいな。あちこちでチャレンジしまくってんな。そうなんですよね、前やってた月節 TV でも、ね、ペットボトル積んだりとかしてたし、あれだね、モニラジでもね、やってたけどね、水飲みます。めっちゃアボカド出してくるじゃん、みんな絵文字で。ブロッコリーもいるし。あ、見てくれてるんですね、ありがとうございます。アボカドめっちゃある。はい、まあ、それは置いておきまして、この番組タイトルですよ、番組タイトル、西尾優香のチャレンジ20年生。これはですね、私が自分で考えたんですけども、まあね、小学校6年違う小学1年生ぐらいで、まあ、6歳ぐらいだから、そう、私が今、まあ、26ぐらい、あれ何歳だ私、まあ、多分26なんだけど、ちょっとわけわからなくなってきた。でもとりあえずだいたい計算したら20年生になるのよ。で、まあ3月来たら誕生日来て年上がっちゃうんだけど、まあそれはいいの、子供の心を忘れない的な意味で、もう関係ない、もうずっと20年生をやっていきますので、はい、という感じですね。子供の心を忘れない、はい、留年中、そういうことじゃない。留年中ひどいよ。はい、ではではですね、あ、ではではですねじゃないや、あと、そうそうそう、タイトルはチャレンジ20年生で、そのロゴね、あったじゃないですか、最初の2人とかに出てたやつで、あれのゼロの部分になんか変なマークみたいなやついたと思うんですよ。あれは西尾くんと言います。あ、いたいたいた、これこれ、西尾くんです。漢字を西と王をね、くっつけてちょっと崩した感じですね。これなんで生まれたかっていうと、私自分のサイン考えるときに、あった、おー、風船が落ちていった。風船が落ちていっ
あめっちゃ西尾くんってツイートじゃないツイートじゃない西尾くんってコメントしてるあそう、そう動いてるの可愛いでしょ。なんだっけ、そうサインをね考えている時にあった一案ではあるんだけど、うん、そんな感じかな。はい、で、まあどんな生物なのか、まあ宇宙人みたいなものだと思ってもらえればこっちからいいんじゃないでしょうかと思います。なんかね表情とかわからないけどちゃんと感情を持ってるし見えてるし聞こえています。そんな宇宙人です。声はいや、まあでも全然喋れますよ。喋れるけど今日はちょっとあれかな、緊張してるのか口を忘れてきたかどっちかだと思いますね。はい、でこの西尾くんは次回以降ちょこちょこ出てくるかもねということで、次回以降に乞うご期待。コズミックコースターあのね、私のやっている D4DJ のユニットハッピーアラウンドでね、コズミックコースターって曲がありまして、火星人、火星人か、火星人早くおいでそれ火星人設定ついちゃうよ。うん、西尾くんはアボカド食べますか。まだアボカドいるの西尾くんのストラップ欲しい。あ、ね、そう、なんかグッズとかあったら絶対可愛いよね。じゃ、乗るんかな。あ、寄ってきてくれた、やったー。あ、なんかね、キーホルダーとかなったら可愛い気がするから、お、いつか作りましょうって、やったー、言ってみるものですよあ、めっちゃ可愛いって言ってくれてる、嬉しい。キーホルダー欲しい。いや、イヤリング、あ、キー良さそう。グッズちょっと欲しい。あ、え、グッズ結構みんな欲しいって。え、やったやったやった、金魚すくいのポイみたい。あ、まあ、ちょっと確かにはい、ありがとうございます。さて、もろもろ皆さんにご理解いただけたところで早速企画にチャレンジしていきたいと思うんですけども、お知らせもあるのでそちらも読んでいきたいなと思っております。本番組西尾優香のチャレンジ20年生ですが、前半は YouTube ニコニコ公式生放送でお送りしております。後半はニコニコチャンネル会員限定放送となりますので、ぜひチャンネルへの入会をお願いします。お願いします、お願いします。また番組公式 Twitter もございます。番組情報はそちらから発信する予定なのでフォローしてください。お願いします、お願いします。はい、ということで、ではでは皆さんお待たせいたしました。早速一つ目のチャレンジ企画に参りましょう。ご褒美はどこだ、風船お宝チャレンジ。はい、お、あ、入会したい、入会しました。あ、お願い、お願いじゃない、ありがとう、ありがとうございます。あ、入会したよ、ありがとう。はい、ということでですね、あのご褒美はどこだ風船お宝チャレンジをやっていきます。ルールは簡単、今ここにある100個の風船の中に私西尾が好きなものが書かれた紙、つまり当たりがそこそこ入っています。そこそこ、100個の中のそこそこが何個か分かんないけど、全く分かんないけど、今から選んだ風船を割っていき、それが書かれていればゲットです、ゲットとなります。ただし割れる風船は10個のみ、10個しか割れません。うん、中にはめんどくさい指示の書かれたものもあるので、スタッフさんがどこに配置したのか見事読んで目指せ当たりゲットとのことです。もうなんか風船が助けて助けてって言ってたこの中の10個ね割っちゃうからね。はい、はい、で、あ、そうか、大量に用意されていたのはねこのためだったんですね。うんうん、でもどうしよう、こんだけあったら迷うよ、めっちゃ迷うよ。え、ちょっと皆さんに聞きつつもやっていきましょうかね。あともうね、あのすでに床に落ちちゃってる風船とかあるんですかわいそうにあいつ割ってあげよう。はい、ということで風船お宝チャレンジスタート。これね、そう、爪楊枝で割るらしい。なんかもらえるならいっぱい中身割りたいところだけど、でも怖くない？爪楊枝で割ったことないんだけど。どうしよう、どれがいいかな。リンク色の風船、あ、いいねいいね。オレンジね、オレンジ、オレンジ。え、どこし、え、でも宿はまだ壊したくなくない？え、でも
お祝いだから当たり入ってるかな。そしてきっと私が低身長だということをきっと分かってらっしゃるから、上には置いてないと見た。じゃあちょっとこの辺削りでも問題なさそう。え、怖いよ怖いよこれ。いきますよいきますよ、3、2、1。めっちゃでかい音するじゃん。紙出てきた。お、早口言葉3回、生麦、生米、生卵です。ひー、外れだったよ。はい、いきます。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。よし、次どれ割ろう、どれ割ろう、どれ割ろう。え、ちょっともう一個ぐらいオレンジいっとく。ちょ、なんか上にあるし、これえ、でも上なくなったら寂しいかな装飾的に。いっか、あ、割れんのかな。え、これ押さえてなきゃいけないじゃん。え、持ちたくない、持ちたくない持ちたくない。いきます、3、2、1。出てきたよ、出てきたよ。なにこれ、スカハズレとかじゃない、スカ当たり欲しいよ。あ、そうだ、落ちたの割るって言ってたんだった。え、だから 手に持ちたくないんだけど、手に持ちたくない。あ、貼ればいいかな、貼ろう。よし、いきますよ、3、2、1。割れない、3、2、1。ねえ、全然出ないよ当たり。はい、早口言葉、老若男女いけるかしら。はい、いきます。老若男女、老若老若男女、老若、うん、老若老、うん、分かんなくなってきた、もういいや、どうしよう、みんなどれがいいかな。これスタッフさん全部に紙入れたのか、てんてんてん。いや、すごいよね、ほんと100個だよ、100個。何がいいかな、何がいいかな。ゆうちゃんの色、いいね、水色。みうん、ちょっと高いけど、つついてみる。いきますよ、いきますよ、3、2、1 3、2、1 3、2、1 割れない。こういったらいいんかな。3、2、1。ああ、3、2、1。ああ、ねえ、またいっぱい書いてあるよ。ねえ、ねえ、多くね、多くね。しかも見たことない、これ早口言葉の、なになになに。赤アロエ飴、青アロエ飴、黄アロエ飴。聞いたことない早口言葉、考えたんかな、すごいな水飲もう俺アロエアメみんな知らないって言って、何それ何それってみんな言ってるえ、これ考えたんですかすごいなはい、アボカドがなんか喋ってる。我の色を割るのじゃアボカドくんいるじゃん。ちょっと第二の番組キャラになるかもしれないちょっと後でね。はい、じゃあいきます。赤アロエアメ、青アロエアメ、黄アロエアメ。赤アロエアメ、青アロエアメ、黄アロエアメ。赤アロエアメ、青アロエアメ、黄アロエアメ。なんか見てるとどんどん アロコウアメに見えてきちゃうんだよね読んでてわけわかんなくなってくる。はい、次、アボカドくん、アボカドくん。緑、緑。あ、黄緑と緑あるんだ。でもこっちにしよう。はい、いきます、3、2、1。あ、3、2、1。どこ？あった。なんでなん？なんでなん？早口言葉え、外れ、外れと早口しか入ってないじゃないのえ、旅客機100機、各客100人。むずすぎない？むずすぎない？見たことないよ。え、旅客で合ってるね。旅客機100機、各客100人、旅客機100機、
各客100人、旅客費100機、各客100人。むずい。次。どうしようどうしよう。待って、何個あったんだ ?1、2、3、4、5。あ、まだ5個しか合ってない。全然合ってない。ちょっとさっさか行こう。じゃあ、この辺。行きます。どこ？あった。お、ねえ早口じゃないけどさ、これは私の気持ちだよなんで次何がいいかな。あ、ななみちゃん色、ななみちゃん色オレンジね。はい、あ、じゃあここ行きましょうかね。3、2、1、3、2、1、3、2、1、3、2、1。ちょっと待って、こう怖がっている。3、2、1。いいねえつかえ、本当に当たり入ってますえ、1個しかないとかではなく40個入ってるんですか。え、じゃあもうだって2回に1回は分かんないけど、3回に1回はだいたい当たり出るはずなんだけど、引き強すぎん。7個開けて外れしかないちょっと黄色終わってないから黄色いこう。3、2、1。どこ、あれ、あ、あった。あ、飴玉。これは一応当たり一応当たりらしい。やった、あとでもらおう。次、待て、1、2、3、4、5、6、7、8。あと2個、青終わってない。いきまーす。でも、音。外れあと1個。どれがいいかな。アロエ飴かな。アロエ飴の伏線回収。あ、そういうこと？何飴が出てくるんだろう。楽しみだな。何飴かな。何がいいかな。アボカドもう一回言っとく？アボカド。で、こっちの緑にしよう。いきまーす。あ、なんか長い。あ、長い、長いということは？ねえ、長い。めちゃくちゃ書いてあるよ。竹やぶに竹立てかけたのは、竹立てかけたかったから竹立てかけた。竹やぶに竹立てかけたのは、竹立てかけたかったから竹立てかけた。竹やぶに竹立てかけたのは、竹立てかけたかったから竹立てかけた。竹やぶに竹立てかけたかったのは、竹立てかけたかったから竹立てかけたかったから竹立てかけたかったかった。よし6、7、8、9、10、10個。はい、というわけで終わり終わり。あ、あ、優しさであと2個終わっていいらしいです。どうしよう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 。あ、この色見てない気がする。いきます。待って、いっぱい書いてあるよ。ね、いっぱい書いてある。聞いたことないし。なになに、ブラジル人のミラクル、ミラクルビラ配り。なんなんブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラクラ、ビラ、ミラクルビラ配り。あ、いや、聞いたことない。よく出てくるな。あと1個、あと1個。じゃあこっちの方から1個いこう。いきまーす。3、2、1。あれ、下に落ちた。あ、これか。なあやや当たりの飴玉飴玉だったよー。はい、ということで12個割りまして、飴玉2つゲットやや当たりが2つ。え、40個も入ってるんですか。え、飴玉、あー、飴玉結構いっぱい入ってるらしいけど、あー、はーい飴玉は20個あるそうです。あ、その当たりの40個の中にね。いや、絶対もっと当たり出てよかったでしょでもこれが可愛い、これが可愛い。ガチャ運ないな。いやーねー、悲しみはい、ということで獲得できたのは飴玉でした。
何飴なのかは後でお楽しみ。はい、さて獲得したご褒美の用意を待ちながらいただいたお便りを読んでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。飴玉とか準備することあるのかな。はい、渡せそうだけど。はい、じゃあ当たっただけよかった、前向き、でも間違いない。はい、じゃあお便りいただいたものを読んでいきたいと思います。ペンネームソイタンさん、ありがとうございます。西尾さん、こんばんは。こんばんは。響きスタイルの歌ってみた動画が5万再生突破しましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。あれですね、いつだっけ、1ヶ月前ぐらいかな、1ヶ月前ぐらいにアップした東京テディベアの歌ってみたですね。あ、飴玉がすごい切ないんだけど、めちゃめちゃ切ない。何これ。めっちゃ切ない。あ、どこだカメラ、あ、これですか。切なすぎるよ、切なすぎるよ。はい、その切ないお皿を隣に置きつつ読みますね。西尾さんの力強い声が衝撃でとても驚きました。西尾さんは普段どんなジャンルやアーティストの曲が好みなのでしょうか。うん、ありがとうございます。いやー、そうね、あの1ヶ月もう いつアップされたっけ、1ヶ月前ぐらいかなにアップして、そう、ずっと歌ってみたかった曲だったので歌えてとても楽しかったです。そしてあのアレンジもね、ちょっととある方にやっていただいて、すごいかっこいいやつにしてもらいました。そう、力強い声が衝撃で、あ、確かにあれかな、あのリンクの声、歌ってる声ばっかり聞いてるとどうしたってもしかしたらね、なるかもしれないけど、結構ね、声というかそもそももう出し方が違うんだよね。だから例えばリンクをずっと歌った後に普段の歌い方に戻すっていうのは意外と難しかったり、逆もねしかりだから、その日によって今日はじゃあリンクのレコーディングがあるから発声でカラオケ、その前に発声でカラオケとか行ったりするんですけど、低い曲、低くてシャウト系は歌うのやめようとか、喉を、出来上がりの喉の方向性をなんだ、決めつつ見つつカラオケで発声練習とかしてたりします。うん、かっこいい、ありがとう。ロキ良かった。あ、それもね、ありがとうございます。はい、あ、で、そっか、あれか、どんなジャンルやアーティストの曲、まあ、基本的にはまあアップテンポなアニソンがとってもとっても大好きです。アニソンと、まあ、ロックとかかな。はい、イケイケな曲大好き。はい、ペンネーム高梨さん、ありがとうございます。おゆちゃん、はじめまして。はじめまして。僕はこういった番組にメールを送るのは初めてなんですが、あ、初めて、ありがとうございます。おゆちゃんが番組を始めるとして思い切ってメールを送ってみました。この番組ではおゆちゃんがさまざまなことにチャレンジしたり歌を披露したりしてくれるとあって、とても楽しみにしてます。見てるかーい、ありがとう。もし聞けるのであれば話せる範囲でいいので、おゆちゃんが声優になったきっかけや今演じているバンドリーや D4DJ のキャラクターの演じるにあたって大切にしていることや収録の裏話などが聞けたら嬉しいと思います。うん、どうしようかな。まあ、きっかけとか結構いろんなところで話してはいるんだけど、まあもともと普通にアニメが好きだったからそういう興味はあったんだけど、まあ、大学生になるってなった時に、まあ、大学生結構時間があるみたいなことを聞いてたから、じゃあそれだったらその時間で何かチャレンジしてみようと思って、まあ慣れないとは思うけど声優の勉強してみようかなっていう軽い、結構最初はね、最初は軽い気持ちで養成所行って、で実際演技のレッスンを受け始めたら、あ、演技って面白いの、奥深いなって思うようになって、そこからちゃんとなりたいって目指すようになりました。でもやっぱりアニソンも好きだったから、アニソンも歌いたいし声優もやりたい、なんかどっちも頑張ろうみたいな感じでやってきて今っていう感じですね。はい、さすがのチャレンジ精神。そうですよ。はい、そして今演じているバンドリア D4DJ のキャラクターの演じるにあたって大切してこると、うん、そうね、大切して、いや、もういっぱいあるけど、まあリンクはとにかくテンションかな、
なんか素の私は結構なんでしょうね、イエーイって感じじゃないから、うん、なんだろう、リンクの素が、リンクの素のテンションが私のハイパーテンション高いぐらいの位置だから、そこだ、うーん、調整してやったりだとかかなですかね。まあ他にも話せばいっぱいあるんですけどね、うん、とかですかね。はい、ありがとうございます。次、なんて読むんだ、ペンネームキャプテン D さん、ありがとうございます。助けて、英語で書いてあるよ英語で書いてあるよ。はい、How are you? Yes、 元気元気。はい、私は元気です。で、I hope you always、 私は望んでいる、ん、 あなたはいつも健康&グッドネス、幸せ的な感じかな、健康と幸せでいることを私はいつも願っています。私はあなたのファン、インドネシアからの、インドネシアのファンの方、おう、で、It was great to know、 長い長い、それは良い、バンドリの、バンドリシリーズのパートで知ったのかな、多分知ったのかな。それでね、私はとても好き、七海ひろまちのユニークな声が、そして私はびっくりした、 How you can add one more day to it you、 わかんないこれ、え、私なんかびっくりしたらしいよAmazed って言ってるからびっくりしたんじゃないone more day to it and of the month、 え、月の終わり、それぞれの月の終わりに、モアデイ、あれか、私がツイッターで11月31日とか言ってるやつだ、多分それか。それになんかびっくりして、多分楽しかった、笑ったんだね、ラフって書いてあるから笑った。あー、わかるわかる。 That's all from me、 私からは以上です。楽しんでチャレンジを。おー、読めた、読めたよ。いや、これ絶対合ってる。そう、いや英語ね、ちょっと慶応卒とか関係ないから、英語を捨てて育ってきたからね。そう、大学で私言語専攻してないから、やってないの。私の大学の必修科目はプログラミングと体育だから、 OK ですか。一切英語はやってない、やってません。はい、はい、ということでありがとうございました。はい、引き続き番組ではお便りや企画を募集しておりますので、お便りフォームより送ってください。お待ちしてます。体育、え、プログラミングの体育、そうなんですよ。なんかね、めちゃくちゃ意外というか、まあそんな学部他にはまあないとは思うんですけど、まあ、体育もなんだろう、何曜日の何時間目って決まってたわけじゃなくて、この例えば月曜日の1限にはこれがやってて、2限にはテニスがあって、3限は卓球があって、4限はアーチェリーがあって、なんか自分の好きなやつを取って、でなんか一学期間で好きな、違う、一学期間でなんか15回16回ぐらいなんか取れば単位来るよみたいなやつでしたね。私はひたすらゴルフの打ちっぱなししてました。はい、ということで、あら、早いものでそろそろ前半終了のお時間となってしまいました。どうでしたか、初回。めっちゃ楽しかった、ゴルフ、わらわらわら、ゴルフわら、いや打ちっぱなし、あ、ホール回ったりとかしたことないんですけど、打ちっぱなしめちゃくちゃ楽しいよ。うん、そうゴルフは渋いでもアーチェリーもね、めちゃくちゃ楽しかったな。中学の時に弓部に入るかちょっと悩んだ、入ってないけど、理科部に入ったけどね。はい、あ、すごい楽しかったよ、ありがとうございます。アボカドも楽しかった、アボカドはい、ゆるっとしていて、すでに見ていて楽しい、あー嬉しい、ありがとうございます。
はい、いつかアボカドに挑戦企画待ってます。待ってません待ってません。はい、後半では皆さんからいただいた企画に挑戦していきます。そしてなんと生歌も披露しちゃいますのでお楽しみに。さらにさらに会員様に抽選でチェキプレゼントもございます。いろいろ盛りだくさんなのでぜひ会員登録をして後半も見てください。お願いします。めっちゃアボカド増えてる。ちょっとやめてよみんないじめないで私のこと。はい、次回第2回西尾優香のチャレンジ20年生ですが1月27日水曜日21時を予定しております。1月27日水曜日21時、詳細は公式ツイッターよりお知らせいたしますのでぜひフォローしてお待ちください。めちゃくちゃいっぱいあるじゃんねひどいよやばいじゃん、めちゃくちゃねえ、風船より多いよ多分サイン入りアボカド腐るよいいのサイン入りアボカドで、しかも絶対見えないじゃん、周り黒いじゃんねあれはい、あ、もう間違えてページめくっちゃったよはい、番組のご感想などはハッシュタグおゆチャレでお願いします。おゆハッシュタグシャープにおゆひらがな、チャレンジカタカナでお願いします。ということで前半はここまで、後半放送はチャンネル放送のみとなりますので YouTube でご覧の皆さんはぜひチャンネル放送ページにて YouTube でご覧の皆さんはぜひチャンネル放送ページに移動をお願いします。ニコニコでご覧の皆様はそのままお待ちください。それでは後半放送でお会いしましょう。アボカドと風船がいっぱいだ。みんなこの後も見てね、待ってますよ。バイバーイ。